スケートを滑ってみた動画を撮ってみたいと思います。おーおーおお。それでは早速リンクを一周回ってみようと思います。ゴール一周あの人なんかすごくないですか。さあ、あの人に教えてもらってみましょう。動画後編では国体やインターハイ入賞経験のある黒岩さんに滑り方を教えてもらいます。黒岩さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。びっちり教えていただいております。ありがとうございますじゃあまず足をで最初なんでまっすぐまっすぐそう立つところからはいまっすぐ始めましょう。はい、その場で最初は足踏み、はい、なんですけど島田さんもう結構それができてるので今度は少しつま先を開いてつま先を開いて若干横に押すようなイメージで今度です。1,2と1,2そうですね。ああ、危ないですね。おお、とっとっと。リズムよくやっていけば多分ポンポンと。1、はい、おお。いや、うまいっすね。2、いやいや。なんか慣れてきたらこう手も合わせていくとすごい。濃くなる。濃くなりますね。1,2、1,2、1,2。あ、なんか来てる気がする。だいぶもう上手くないですか。上手い。1,2、1,2。ちょっと後傾すぎちゃうから。ああ、後傾。もうちょい。そう。あ、いい。頑張れ。この姿勢やばい。すごい。足の意識までいかないこれ。それでできるだけこの開いたままの甲に。そうですよね。横に閉じながらそう入れるとこの一回で滑ってる時間が長くなります、ね。なるほど。はい。1,2、1,2、1,2、1,2。じゃあ結構もう歩くのはだいぶ上手くなってきたんで、ありがとうございます。ちょっとスピードが上がるように、はい、します。はい。今こう立ってるので、はい。多分あまり進まないんですけど、こう中腰になって、中腰になって、力が入る姿勢で、はい。1,2とさっきの動きをしていけばスピードが出ると思うので、じゃあやってみてください。はい。はい1,2、1,2、1,2、1,2。おー、いいっすね。お、めちゃくちゃいいんじゃないですか。いいですね。そうです、そうです、そうです。はい。1,2、1,2、1,2。じゃあ、それ、手と足が一緒になってます。これ全然この右と左がロボットみたいになっちゃう。あれ？こっち？大丈夫です。まず姿勢をしっかりとって、姿勢とって、そう、いいですね、いいですね、ちょっと、はい。そうですね。ちょっと怖いかもしれないですけど、膝をこう柔らかく使って、そう。今の感じ。そう、今の感じ。結構。いや、もう大丈夫です。転ば大丈夫です。転んでも大丈夫なんで。結構筋力が。そうですね。膝をしっかり柔らかく、そう。そうグーグーとこういうことで、おおおお、いい、そうそういうこと、そういうこと、うわ、危ね、めっちゃ速いっすよ。おいっす、どんどん言いましょう。これ横にじゃ、こうにそう、そう、横ってそういうことです、あ、こういうことか、そういうことあ、オッケー、大丈夫こういうカメラ大丈夫、カメラが大丈夫から、カメラいや、スケートっぽかった。いや、島田さん、はい、完璧です。これは完璧ですね。よし、行きましょう。調子乗ってきた。よし。いや、ちょっと待ってください。こんな感じか。ちょっと今さっきの感覚がどっか行ってる。多分前傾になった方がいいな。前傾になって。もうできるだけ前傾取った方がいい。そうですよね。前傾取ってれば後ろにステンってなることもないんで。そうだ。そう。いや、でも体重移動が意外と難しい。後ろにやっぱりちょっと。そうですね。行っちゃうとこがあって。ちゃんとこう乗せないとダメなんだな。いや、篠原さんだいぶ上達してきたんで、じゃこのままこの練習を続けていってもらえれば、はい、はい、もうタイムはバッチリ出ると思いますんで、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい。逆、いきなりやるとこうなっちゃうから。そうですよ。逆、彼女こっちか。では、1時間経過したので、これから実際にまた滑ってみたいと思います。行ってみます。
はい。今日1時間今日練習した結果、はい、なんと最後の記録は1分19秒でした。やったー、ありがとうございます。ただですね、ちょっと篠原さんのちょっと練習の途中のスピードを見るとまだまだいけると思いますんで。本当ですか。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。機会があったら滑ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。滑ってみてどうでしたか。いや、とっても楽しかったです。いや、最初は本当に壁をこう伝っていって手で押して進むところが精一杯で、果たしてこれどうなるんだろうなっていう気持ちはありました。まあ、本当に最初よちよち歩きのところからこうスタートしていって、で黒岩さんにこう左右の重心移動を教えてもらって、こう徐々に徐々にこう自分の手の力を使わないで前に進むようなことができて、で最終的には本当に結構いいスピードまで出るようになって、まあ、次のステップに進むとすると、まあ、そのスピードの恐怖心に打ち勝つところかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。本当に最後に皆さんへお知らせです。伊香保コクスポに来てくださった皆様に先ほどの屋内リンクを無料で開放します。国内トップスケーターが集まるこの機会に、見るとする両方でスケートを楽しんでみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。